フランジとは、円筒形あるいは部材からはみ出すように出っ張った部分の総称。同じような形態ではあるが全く異なる用途のものがいろいろあり、それぞれの分野でフランジと呼ばれる。それぞれの分野のフランジは相互にほとんど関連性はないが、ツバのような形状をしている点では一致する。缶継ぎ手のフランジフランジによる下継ぎ手の構造流体の配管で、 パイプや弁などの部品をつなぐ際に使われる円盤あるいは円盤と円筒を組み合わせた形状の部品をフランジ継ぎという。円筒部分をパイプと接合し、円盤部分同士をボルトなどで締結することで、パイプ同士をつなぎ合わせる。配管の基本的接続部品の一つ。民家の水道及びガスなど、比較的細いパイプを使用する配管ではパイプに、 おねじ加工を施し目ネジが切ってある部品にねじ込むか、塩ビパイプの場合には接着剤を使用するのが一般的である。しかしこの二つの方法では中間に弁などの部品を取り付ける場合、部品の交換などの作業でパイプの切断が必要になる、ルームエアコンなどのように流体が循環する場合には、最終的には直接ねじ込むことができなくなるなどの短所がある。 エアコンのようにパイプの外径が小さい場合にはフレア式やリング式と呼ばれる特殊なナットで締め付ける方法が採用されることが多いが一般的な家庭用ルームエアコンに使用する導管の外径は高圧側で約 6.3mm 低圧側で約 9.5mm でありそれに使用するフレアナットの対面幅はそれぞれ 17mm 22mm とパイプの外径の2倍以上である。このような細いパイプであれば、小さな工具で締め付けできるが、太いパイプになればなるほど、大きな工具が必要となり、試工時及び保守時の作業性が悪化してしまうだけでなく、道路を掘っての上水道、下水道などの工事では作業場所を確保するためにより、大きく掘る必要が生じてしまう。 そのような場合にフランジを用いれば、締結箇所が増える難点はあるものの寸法の小さいボルトで済むことから、外形の大きなパイプの接続にはフランジを用いることが多くなる。また、自動車の吸気系や排気系では、量産品であることから、加工工数が少なくて済むと同時に作業空間が狭くて済むフランジで接合される部分が多い。フランジを使用する場合、 流体の圧力と配管の断面積に応じた適切な厚みのフランジと適切な数と寸法のネジを選ばなければならない。流体の圧力に対してフランジが薄いと変形し漏れが生じてしまう場合がある。ネジが細い、あるいは本数が少ない場合にはネジが伸びて漏れが生じるなどの問題が発生する場合がある。ただし、 低血箇所を増やせば少ない場合よりも薄いフランジと細いネジで済ますことができる。細いネジで済む場合にはフランジの外形を小さくすることができる。缶継ぎ手のフランジの模式図。渦で赤い部分がフランジ、緑の部分が接合されるパイプ。上の図のような形式はパイプとフランジを溶接する溶接フランジと呼び、下の図のような形式は パイプの端部におねじを切りフランジのメネジにねじ込む、ねじ込みフランジと呼ぶ。いずれもフランジ同士をボルトなどで締結し、パイプを接続する。多くの場合、いずれの側のフランジには単純な穴が開けられているだけであるが、一方にメネジ加工を施すことでナットを持ちずに締結できるようにする場合がある。フランジとフランジの間に、一般的にガスケットを挟んだり、 水を切って、オーリングをはめるなどの方法で、配管経路の流体が漏れるのを防ぐ。ねじ込みフランジであれば、パイプとフランジの接合部からの漏れがあった場合に試行、あるいは保守の現場でねじ込み直せば対処できる場合があるが、溶接フランジの場合は現場では溶接作業ができない、ケースが多々ある。どちらの方式であっても製作後に、十分な試験を行うのが望ましい。 フランジとガスケット流体が水や圧縮空気の場合は加工場所を選ばないねじ込みフランジが採用されることが多い。ねじ込みフランジでは一般的に汎用テーパーネジを使用するがおねじと目ねじの間の小さな隙間から流体が漏れないようにシールテープなどの風刺材が必要になる。流体が腐食性を持つあるいは高温であるなどの理由で風刺材が 使用できない場合には溶接フランジを使用する。航空機用の部品などで、雰囲気ガスの巻き込みや、溶接部への酸化膜形成などを嫌う場合、真空条件下で溶接する必要がある。弁などの大量生産品の場合、フランジ部分は鋳造後に接合面などを加工して、平面度を出すが、単品生産の場合は、金属丸棒などから削り出して作る。 洗面台のゴム栓などを接続する排水口金具の部分もフランジ排水口と呼ばれており洗面台のボール部分を樹脂で成形し金具部分をなくした排水口をクリナップではノンフランジ排水口と呼称している回転する二つの軸をつなぎ合わせ一方の軸の回転運動を別の軸に伝える機構を軸継手と呼ぶ軸継手は 軸の中心線を固定する固定継ぎ手と固定しない稼働軸継ぎ手に2分される。フランジ継ぎ手はいずれにも利用される。固定軸継ぎ手においては軸形の小さな場合はスリーブ継ぎ手を用いる。軸形が大きいものはフランジを軸の端に圧入後キーを打ち込んでフランジを固定する。その後ツバをボルトで締め固定する。 可動軸継手においては、フランジ同士を固定する、ボルト部に男性体、例えばゴム、革などを挟み込み、軸のたわみを許す構造を取る。この場合はたわみ継手とも呼ばれる。車輪に使用される部品に、フランジと呼ばれる部分があるが、車輪であってもいくつかの用途と意味がある。自転車降臨用ハブのレタイヤを取り付けるリムと、 車軸を受けるハブが一体でなく、スポークが使用される場合、スポークを取り付けるために、ハブから、ツバ状にはみ出した部分をフランジと呼ぶ。一般的な自動車用、オートバイ用、自転車用などのタイヤがリムと、緩合する部分をフランジと呼ぶ。この場合のフランジは用途に応じた、様々な規格が定められている。鉄道車輪のフランジとその働き鉄道車両の、 車輪の円には脱線を防ぐための出っ張りが設けられており、これをフランジと呼ぶ。鉄道の車輪におけるフランジは通常は渦に、示す通り線路の内側にのみ設けられている。信号場などの分岐点では、このフランジが分岐部分の外側の線路を擦ることで進路を転換させている。ただし特殊な目的で使用される車輪には両側にフランジがついているもの。 逆にフランジが付いていないものがある。例えば、単線構想式のケーブルカーでは、車両同士の行き違い箇所で侵入する線路を一方に固定するために、片方の車輪には両側にフランジがあり、もう片方の車輪にはフランジが付いていない。また、カーブで線路にかかる圧力を軽減する目的で、一部の車輪でフランジを取り除いた車両も存在する。なお、鉄道が、 近代的な交通機関として発展を始める以前には、鉱山における貨物輸送のトロッコなどで、車輪にはフランジがなくレールの側にフランジがついていて、脱線を防ぐ構造になっていたものも存在した。HK 鉱におけるフランジのレーハリに用いられる部材では、上円あるいは下円に板状の部材を設けることがあり、これについてフランジと呼ぶ。 フランジを設けることで、断面二次モーメントが大きくなり、曲げ剛性が向上する。渦は、傾向部材の例であり、上下に設けた、水平の板要素がフランジであり、フランジ同士を結ぶ、円直の板要素をウェーブと呼ぶ。主としてフランジは曲げモーメントに抵抗し、ウェブは先断力に抵抗する。傾向のほか、大型の針部材では後半を溶接して、 フランジとエブを持つ I 型断面が作られ、建築物や橋などに用いられる。また、工部材のほか、コンクリート製の梁や桁においてもフランジを設ける、ことがある。ストーマ用装具とは、人工膀胱や人工肛門を増設した際、腹部に作られたストーマから排泄される、尿もしくは、瓶を貯留するための装具である。原則として、ビニールで作られ、用途別に、 人工膀胱用と人工肛門用に分けられる。フランジはストーマ用装具の中のお腹に貼り付ける部分である。ストーマ用装具はシステム的にワンピースタイプとツーピースタイプの2種に分類される。オランウータンの群れの中で喧嘩の強いオスにだけ顔の周りに膨らみが存在するが、これもフランジという。中身は脂肪やコラーゲンである。 フランジを持ったオスが死ぬか喧嘩で負けるかすると、次に、喧嘩の強いオスが1年近くかけて、フランジを発達させる。群れに混じらず、人間に担当飼育されて、大人になったオスは皆フランジを有する。オランウータン Q&A、オランウータン研究室、くぜあつこ。ありがとうございます。